こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、えー。会員の貧困を放置する弁護士会と日弁連というね、えー、記事をシェアしてた人がいたんですけど、Facebook でね、えー。弁護士だとやっていけないんで、えー、アルバイトしたと。そしたらね、アルバイトを禁止。さらに何よりもいけないのは、弁護士会のね、会費を払ってないんで、えー、業務停止1年という、えー 重い懲戒処分にされちゃったという人がいらっしゃるそうです、ね。まあ、弁護士って言えば資格の中ではね、一番難しい資格ですんで、まあその資格すら、えー、役に立たないと。でね、よくなんか特技を身につけようと思って資格を取ろうとする人いるんですけど、はっきり言って全然無駄です。えー 今ま、今できないことをね、資格取って、えー、入り口だけできたところで、それお金には全くならないんで、まあ何しろね、えー、弁護士ですら食っていけないんでアルバイトをしてると。で、昔、もう、今から何年前だ、えー、20年近く前もね、もう一級建築士、一級建築士も大概難しい資格なんですけど、やることないんで不動産業者もあってね、え、広告のね、的確、 5万か10万か忘れましたけど、的確の仕事くださいって言ってね、一級建築士自ら回ってきてました。ねえー、一級建築士とってこの仕事きついねって感じなんですけど、で、また不動産鑑定士もしっかり、ね、不動産鑑定士とったからといって食えるわけじゃないと。やっぱね、えー、営業力が必要ですし、営業力があるんだったらそもそもね、資格なんか取らずに、えー、別に、えー、普通に売れるもの売れば済むことなんで、えー やっぱりね、営業力なくても売れる、Amazon を使って儲かる商品を探すというところにね、えー、集中することをお勧めします。そして、まあ、何よりかにより、まあ、資格で稼ごうというのはね、ほとんどの場合、えー、時間とお金の無駄にしかならないんで、まあ、あまりお勧めでないとね、えー、いうのをね、お話ししておきます。たまに、ね なんかね、資格取って、なんか稼ごうかなっていう話を相談されるんですけど、うん、まあ資格と取ってね、稼げるような、えー、仕事っていうのもそうそう思いつかないしね、えー、逆に今やってることでうまくいってることをやっぱりね、えー、伸ばすとか集客するとかいう方がね、えー、全然硬いというのが言えるんでね、まあ資格、会計士にしろ、社労士にしろ、あんま役立たないと。 ね、何しろ、えー、弁護士が、えー、食っていけないという時代なんでね、えー、そもそも日本だけでなんとかしようという発想が無理があるというのをね、えー、覚えておいていただければと思います。また、えー、商品探し、あるいはね、食、え、害、ーえー、副業、えー、等についてもね、えー、相談受けますんで、お気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。